どちらへ行くおつもりか。河北まで兄を訪ねに行くところです。炎章の治める河北は上昇の敵地、通過するには上昇の手形が必要です。急いで出てきたので持参していません。手形を持っていないならしばらくここでお待ちいただきましょう。その間に上昇に問い合わせの使いをやりますので。そんなものを待っていてはこちらの日程が狂ってしまう。そう言われても困ります。上昇の手形が来るまで将軍にはお待ちいただきます。一日かかれば一日、一年かかれば一年待っていただくしかありませぬ。どうしても通さぬというか。どうしてもというなら人質を残していくんですな。どう？これでも超えられるか。やむを得ず甲州を殺めたが、そなたたちには関係ないこと、どうか総上将には正しくお伝えいただきたい。甲州が我々の行く手を阻んだためこうなってしまったと。名を名乗られよ。関羽と申します。手形はお持ちか。いただいてきませんでした。私は関所の大主関福と申す。上昇の命を受け怪しいものを調べている。手形なき者はお尋ね者とみなす。この関羽は仁義の男だ。我々の一行は二人の劉公祝夫人とその10名余りのお供のみ。ここは大将の裁量でどうか通していただきたい。手荒なことはなるべく避けたい。もし断ったら戦うとでも言うのか。東霊館の甲州のように死にたいか。逆賊が偉そうに。誰が奴を引っ捕らえる。私が参ります。
将軍。将軍、ようこそ。菅将軍がいらっしゃるとは誠に光栄。よくぞこのようなところへ。兄を訪ねる途中ですが、道中多くの危険がありました。とりわけ関所では甲州、官福、毛丹などの関守たちが揃って心ない言いがかりをつけてきて通そうとしないのです。仕方なく殺めてしまいました。やむを得ずということだったら、上昇にお会いして事の顛末を申し上げればよい。弁慶将軍は大義を分かっておられる。関羽、感謝いたします。何の何の。ところで将軍、ここは明帝の時代の由緒ある寺で、董卓の時代に寂れはしましたが、上昇が修復なされたのです。ご婦人方をお連れの上、悪路に長時間揺られてお疲れのことでしょう。こちらでお休みください。さあどうぞ。では。